岡県小郡市出身の偉人野田宇太郎。時に詩人、時に編集者として文学に一生を捧げた一人です。明治42年10月28日、父清太郎、母滝の長男として三井郡立石村大和松崎で生まれた宇太郎。家族の愛情を一身に受けて育ちます。宇太郎が8歳の時に母滝は肺結核にかかり亡くなります。亡くなる前に、私は死んでもあの子だけは守る、あの子の命を守るために私は死ぬという言葉を宇太郎に残します。この言葉は大人になっても忘れられない母の思い出となりました。13歳になった宇太郎は大正11年旧制朝倉中学、現在の福岡県立朝倉高等学校に入学。卓球や陸上競技、剣道の選手として活躍しながらも、小説や詩を読み、文学の世界に魅了されます。18歳の時、宇太郎の中学進学を誰よりも喜んでいた父、清太郎が亡くなりました。肉親をすべて失った宇太郎を支えたのは文学でした。中学卒業後は文学者になることを志し、早稲田大学第一高等学院英文科へ進学。しかし心臓の病にかかり、やもなく大学を中退。故郷である松崎に帰り、療養生活を送ります。医者から24、5歳までしか生きられないだろうと言われた宇太郎、病気と向き合いながらひたすら本を読み、詩を書き続けました。昭和5年、21歳の宇太郎は生活のため久留米で文具店を経営します。同時に文学同人誌街路樹に参加し、詩を発表し始めます。宇太郎の話を聞き、店には文学好きの青年たちが集まるようになりました。当時旧制明前中学校の学生だった詩人の丸山豊、又野守などと出会います。経営に関しての知識が未熟だった宇太郎の店は、試作に没頭しすぎたこともあり、次第に事業経営に行き詰まり閉店します。その後、小さな新聞社の記者などをして生計を立てていきます。貧しく厳しい暮らしの中でも、宇太郎は書くことをやめませんでした。昭和8年に周囲の助けを借りて初めての詩集北の部屋を出版。その後、文学活動をするために上京しては、病気と貧乏のために久留米に戻るという生活を数年続けます。久留米では丸山豊らとボアイエルのクラブを結成。詩集、音楽やすみれ歌を出版したり、文芸誌カテを創刊したりと、詩人としての歩みを続けました。地道な文学活動が出版社の目に留まり、宇太郎が31歳の時に小山書店から編集者として東京に招かれます。宇太郎が出版を手掛けた下村個人の次郎物語はベストセラーとなったほか、映画やドラマになりました。出版編集者としての優れた功績の一つです。編集者として活躍をする一方で詩も書き続け、昭和17年に刊行した詩集「旅集」はベストセラーとなり、詩壇に揺るぎない地位を占めるようになりました。戦中から戦後という混乱期の中でも、優れた文芸詩を作り続け、文学の灯火を守り抜きました。野田宇太郎を語る上で忘れてはいけないのが文学散歩です。戦後、文学作品のゆかりの地が荒れ果てた現状を目の当たりにし、忘れ去られるのではないかと思った宇太郎。
文学の足跡を未来へ残したいと東京を歩いて回り、どのような場所だったかを調べ、新東京文学散歩と題して新聞に連載を開始しました。やがて文学散歩は本として出版され、中学や高校の教科書教材として広く使われるようになります。文学散歩は日本から海外にまで遠さを広げ、宇太郎のライフワークとなりました。文学散歩の活動は建築物などの文化遺産の保存につながっていきます。宇太郎は東村記念堂や鴎外記念館の設立、北原白秋の生家保存、博物館明治村の建設、文学費の建立などに関わり、さまざまな文学検証活動を行い、多くの文学者たちの軌跡を後世に残しました。東京を拠点に活動を行ってきた宇太郎ですが、常にふるさとに思いを寄せていました。母校である立石小学校の校歌をはじめとし、福岡県内11の校歌を作詞しました。歌詞には歴史や豊かな自然が表現され、郷土を思う気持ちが込められています。さまざまな視点から文学の魅力を伝えてきた宇太郎は、昭和59年7月20日、74歳で亡くなりました。父の墓、母に寄り添い、母の墓、父に寄り添う。宇太郎の詩、天母歌の一節です。父母が眠る墓地に、神奈川県相模原市の清流寺より分骨した宇太郎の墓が建立されています。心から愛した松崎の地で、宇太郎もまた父母に寄り添い眠っています。宇太郎は亡くなる前に遺言を残しています。その中には、研究のために集めた本や資料をふるさとに寄贈し、後世に役立ててほしいと記されていました。その思いを受け継ぎ、昭和61年7月に故郷である福岡県小郡市松崎に水鳥の紙碑が建立されました。誕生月である10月には野田宇太郎生誕祭が開催され、全国から応募された献詩の朗読や宇太郎が作詞した歌の合唱などが市民の手で行われています。翌年の昭和62年11月には、小郡市大井台に野田宇太郎文学資料館が開館、およそ3万点にも及ぶ宇太郎の蔵書が保存されています。貴重な資料を求めて、全国から研究者や文学愛好家が訪れます。また展示室には、宇太郎の生涯がパネルなどで紹介されています。文学とふるさとをこよなく愛した詩人、野田宇太郎。その精神は、ふるさとの人々に今もなお受け継がれています。